チムの無双竜騎かっこいいでしょ。なんか由来的なものはない。あ、ボルバルザーク。ボルバルザークが由来なんだ。由来やね。かっけえよ。かっけえやん。さすがにかっこええわ。そうか、これ私がチーム名決めたと思われがちやけど、今回に関してはヘンリーから提案してきたからね。違います。女版マスク。否定が入る。そこでいや違いますよ。それは何よ何よ。任せますけど、なんかチラッと日朝見た時にチラッと言ってた、うん、俺それを、うん、なんていうの、左手は添えるだけです。あ、なるほど、はい、これ言ってたよ ねみたいなのを流しただけね。なるほどね、うん、そうそう、私が初めてゲットしたレアカードでお兄ちゃんに借りパクされたカードが無双竜騎ボルバルザークなのよ。なるほどね。そうなのよ。だから今俺がニコルボーラスみたいなとこあるよね。へえ。オッケーオッケーオッケー。うん。じゃあ。やべえ。やってねえ俺。やべえ。言い出せねえこれ。絶対言い出せねえわ。もう言ってもてる言ってもてる。マジックザギャザリングやってんじゃない？マジックギャラス。あ、もうダメだ。マジックギャラ言っちゃった。やべえ。マジックギャランドじゃないよ。なんかバニさんって結構趣味多いイメージなんだけどな。最近さ、なんか切り抜きでさ、新しいこと始めた。なんか山登ろうと思ってますみたいな切り抜きなんだよね。ワンダーフォーゲル。ワンダーフォーゲル。新しい趣味探しでね。いやそう。山登ろうかなって思ったけど、カードゲームね。地元の中学で誰一人入ってないけど部活名にあったワンダーフォーゲル。これ何しますのって先生に聞いたら、これは山登りやな。なんでそんなかっこいい名前。ワンダーフォーゲル。マジかよ。そんな名前なら入りたかったよ俺も。いたらそこに。カードゲームやってないや、趣味多そうなのに。虫キングかな。ああ、最後が。じゃあ百裂拳とかわかるんや。百裂拳あったね、あったね、あったね。グーだっけ。あったね。あ、そう、グーかチョキかどっちか。あったよな。わかんねえ。そう。なんてよ。ヘンリーがわからんの、なんで。虫キングはリアル虫キングだけでしょ。俺だけじゃ虫キングの名前にしようか、じゃあ。あ、いいね、いいね、いいね。あ、なるほどね。ギラファノコギリクワガタとかにしとこうか、俺の名前。強いやつやん。強いやつやん。ニコル・ボーラス。と、ボルバルザーク。かっこよ。かっこよ。めっちゃ強いぞ多分。うん、チーム名が強そうやからね。名前もそうであらなきゃ。無双竜騎。ギラファのコギリクワガタ。そうや。バケモンが。人の言葉を喋るな。パクパクパク。いやー美味しいよ。やっぱ素材にこだわってるね。CPT は。